こんにちは。今回は、日産オーラを所有している人しか訪れることができないレストランがあるようなので、調査をしてみました。オーナーの人は必見ですね。それでは行きます。ナウローディング。まず、レストランについてですが、平松ホテル内にある、秘密のオルベージュと呼ばれるところみたいです。普段を開かれることがない特別な部屋のようで、オーラを味わうことができるようです。オーラを味わうって何なんだって思いましたが、内容を読むと、確かに文字通りオーラを味わえるなって感じでした。まず、会場までオーラで走行して、オーラからインスパイアされたコース料理の音声ガイドともに、オーラの上質な走りを体験できるみたいです。走行しながらラジオみたいに、コース料理の音声ガイドを聞けるということでしょうか。音声ガイドからもおそらく上質なBoseサウンドが響き渡るのだと思います。当選したら、しっかりイコライザー調整をして、音声ガイドを聞く準備をしないといけないですね。そして、オーラを味わうをテーマにした、期間限定のフランス料理のフルコースを楽しめるようです。料理の提供者は、フランス料理の世界大会のボキューズドール2023の日本代表シェフである、石井智之シェフのようです。ただならぬオーラを感じるはずですね。会場までの走行では、目や耳、手の感覚がメインですが、料理も加わることで、鼻や舌でも楽しめる、五感のフル解放ができてしまう、素敵なイベントですね。では、料理の中身を見ていくと、まず、アミューズブーシュとして、2種類のサーモンマリネが提供されるようです。オーラを意識しているせいか、燻製の香りをまとわせています。アミューズブーシュは、フランス語で、口を楽しませるものという意味があるようですが、これは、口がオーラに包まれますね。そして、アントレフロワード、つまり、冷や前菜は、フォアグラのテリーヌです。オーラのボディカラーで受注が最も多いのは、ガーネットレッドのツートーンブラックですが、そのガーネットレッドを意識して、赤いエディブルフラワーで表現しているようです。エクステリアということで、フォアグラのテリーヌの分割線もオーラみたいに洗練されているのか気になりますね。続いて、アントレショードーン前菜は、濃厚なトリュフと卵です。この料理では、オーラの内装に注目して創作されたようです。全然関係ないですが、このトリュフソースの上に乗っている飾りは、何か意識したデザインなのでしょうかね。最初見たとき、アリアの組子柄に見えて、興奮したのは私だけ？そして、スープになりますが、キノコの濃縮スープのようです。いいパワーの滑らかさと力強さを表現すべく、サイフォンを用いて、キノコ節の出汁を抽出したスープのようですね。半端ない力強い濃厚な味わいを楽しめそう。だって、サイフォンまで用いるし、やりすぎでしょう。濃厚なだけに、香りも広がりやすく、味は力強く、香りは滑らかなスープみたいです。これ私もエクストレイルの車内で作りたいですね。そして、ボアソン魚は、貝とホタテのシャルトユーズ。オーラのカーオーディオは高く評価されていますが、そのオーディオから奏でられるハーモニーを4種の地産の貝のハーモニーで演出しているようです。この料理が出てきた時には、最高に心地の良い生演奏も期待できそうですね。きっと、オーラで採用している 500Hz 周辺の低周波で構成される情報提示音で、高級感漂うオーラを表現するはず。口の中だけハーモニーにとどまらず、耳の中までは音でハーモニーなのは最高すぎる。そして、メインのプラットプリンシパルは、鈴木とテッドドボー。これは、プロパイロットでのロングドライブを意識して、移り変わっていく景色を大地と海の恵みで表現しているみたい。だから、魚と肉を合わせた料理になっているようです。美味しすぎて、心地よすぎて、この辺で寝てしまってそうですね。最後のデザートは、白いモンブランです。未来の一歩を真っ白にすることで、まだ見ぬ世界に連れて行こうということです。今後もオーラでの走行を楽しめるように、シェフが願いを込めていることが伺えますね。ただここで終わらないんです。ミニャルディーズとして、オペラフランボワーズと6色のショコラが待っています。オーラの魅力をこのお皿に凝縮されているようです。つまり、感性を刺激するエクステリアは、酸味の効いたジャムで表現。赤いジャムということで、気品を表現。落ち着きのあるインテリアは、茶色のバタークリームで優しく上質さを表現。いいパワーの加速は、チョコレートクリームで滑らかな味わいにして表現。Boseサウンドについては、4種のスパイスで調和を楽しめるように。プロパイロット意識のフランボワーズは、緑色で、ドライブ中もリラックスできるように。そして、サイレントホワイトで、旅の可能性を表現しているようです。
といった感じで、亜空間で口にしたことのない絶品を、オーラと一緒に楽しめるわけですが、オーナーの皆さんが羨ましいですね。レストランの事前予約はもうすでに始まっていて、12月22日まで応募を受け付けているようです。抽選で5組10名の方が招待されるようでして、オープン期間は、1月30日と31日、2月4日から6日までのようです。概要欄に、特設サイトのリンクを貼っておきますので、気になった人は見てみてください。それではまた。